まあちょっと臭い。はい、皆さんこんにちは。車の大事典カカカシヌピーです。今回はこちらブルザードのディフェンスウォーターというコーティング剤、撥水コーティングと水引きコーティングの2種類購入したので使い比べていこうかなと思います。クルザードっていうのはご存知の方もねいると思いますが、コメリのプライベートブランドとして最近洗車用品がねすごいドガーンとまあいろいろ販売され始めて、僕も過去にホームガンだったりホイールブラシなどをね使ったことあるんですが、金額も安くて性能も結構いいですよっていうのでかなり人気のブランドになっております。かなり勢いあるね。ちなみにこのコーティング剤の金額は1つ約1500円、2つはまあ3000円だったんですが、種類が違うのでどんな違いがあるのか、パッと見た感じは撥水と塗水なのかな。効果としては4ヶ月、まあまあありますね。紫外線吸収剤入りとで、容量が 480ml で結構量もあるので、それで1500円、めちゃめちゃ安いと思います。あとはどんな効果が得られるのか、まあ水弾きがどんな感じなのか、施工性はどんな感じなのか、ツヤはどんな感じなのかっていうところを今回ちょっと見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。まずはこの車に施工していきたいと思うので現状を見ていきます。こんな感じです。撥水はほぼしておりません。で、水がこうどん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 引いていくような感じです。で、ほんとゆっくり引いていく感じだね。これ右左コーティング剤2種類あるので分けて施工してどんな違いがあるのか見ていきたいなと思います。はい、そしたらマスキングテープ貼ったので今から実際にちょっと使い方を見ながら施工していこうと思います。左右で分けるんですが、運転席側に撥水コーティング、もう一個の方を助手席側に施工しようと思います。使い方なんですがパッケージに記載されています。まず1、ボディ全体を水洗いし砂ぼこりや汚れを落とします。2、使用する前に本剤を軽く振り濡れたままのボディに直接スプレーします。ワンプッシュの目安は約50センチ四方です。3、液材が乾く前に付属のマイクロファイバークロスで塗り広げてクロスを絞りながら拭き上げてくださいと。で、まあ一旦ボディが濡れた状態で施工になるので助手席側養生します。そしたら準備ができました。セット内容なんですが、これが撥水コーティングの方、コーティング剤これが 480ml が1本とマイクロファイバークロスが1枚ついてます。これで1500円って安すぎ。クロスまでついてる。しかも 480ml ってかなり多いです。だいたいね300とかが多いですね。この480クロスついてこの値段はちょっと信じられないぐらい安いですね。使用方法とかもさすがコメリですね。しっかり書かれています。重要なのはどんな効果があるのかっていうところなので、実際に運転席側にこの撥水コーティングまず施工していきます。はい、そしたら準備ができたので施工していこうと思います。で、まずは洗車後のボディが濡れた状態での施工になるので濡らします。で、まあ、シャンプーがついていると仮定して、こういう風に洗うよなといった感じですね。水が引いていくような感じなのであんま水の残りないんですよね。今日まあリアルにこんな感じだと思うので4プッシュぐらいかな。あら、タグついてますね。タグ嫌いな人取っちゃってください。なんかサイズがなんか微妙だね、このタオル。ちょっと四つ折りにすると細長くなるので使いづらいけど、これでいきますか。あ、ちょっと酸っぱい匂いするな。タオルがついてるのはいいけどサイズ形的にちょっと使いづらいね。まあ、こんな感じかな。めちゃめちゃ簡単です。特にムラにもなってなさそう。気になったのは匂い、アルコールとちょっととお酢が混ざったような匂いですね。そしたら反対側施工していこうと思います。はい、続いてこちらですね、水引きコーティング、おそらく塗水だと思います。これを反対側助手席側にね施工していきます。使い方これも裏に書いてあるんですが全く同じです。となのでちょっとパパッとやっていっちゃいましょう。シャンプーをすすぎました。まあいろいろ準備してる間に水が引けていきます。こっちもマイクロファイバークロスもちろん入ってます。タグ僕は嫌なので
切ります。1、2、3、4、4プッシュぐらい一旦は塗り広げる。タオルが薄いから結構すぐびちゃびちゃになりそうですね。僕なんかは絞りながらっていうよりかは最終的にしっかり拭き上げていきたいタイプなので、使用方法は絞りながらなんですが、僕は最後カラッと拭き上げたいタイプではあります。まあ、こんな感じかな。そしたら1日置いて水はじきの方は明日見ようと思います。で、一旦マスキングテープを剥がすのでツヤを見ていきます。両方ともツヤ出てるね。ここね、境目ちょっとコーティング残ってる感じがあって、左側撥水の方がツヤ濃く見えるんですが、全体的に見るとそんな変わんないかな。両方ともしっかりツヤが出てる。やっぱ撥水の方が濃く見えるは見えるかっていう感じですね。真上から見た感じです。指、まあ、4本分ぐらいマスキングテープの跡がここにくっきりあります。撥水の方がちょっと濃く見えるね。で、ちなみに水引きコーティングの方無臭でした。匂いがねちょっと若干なんか香るんだけど、撥水みたいなちょっと酸っぱい匂いとかなくて、匂いに気づかなかったです。施工してる時も普通に施工してたけど、それはまあ匂わなかったからといった感じですね。あ、やっぱちょっと左の方が濃いかな。はい、そしたらマスキングテープを使ってで滑りを見てみます。ちなみに触った感じは真ん中未施工、かなりグリップしますね。水引きコーティングのところ、ああ違いますね。ちょっとキュッとした感じはあるんですが、未施工よりかは滑りますね。薄いガラスをね貼ったようなそんな感じの触り心地です。撥水の方、あ、これも似てるな。サラサラっていう感じではない。マスキングテープ置いてみます。これ今未施工です。滑らないですね。下から上に上がんないね。で、水引きコーティング、滑るけどめちゃめちゃサッって感じではない。で、続いて撥水の方、ちょっとゆっくり、若干水引きコーティングの方がサラッとした感じあるのかなとは思うんですが、そこまで大きな差ではないと思います。まあ、未施工に比べて滑りは良くなっていますよっていうのはまあ明らかですね。こう見るとツヤ分かりやすいね。はっきり出てます。ちなみにこのディフェンスウォーター、窓ガラスにも使えます。なんか微妙、撥水の方は良かったけど、水引きコーティングガラスに使うと油膜みたいなのが油っぽくなるね。この辺ちょっと分かりそうな感じするけど、ちょっと茶色っぽくなってるやつ。もちろんこのガラス水垢まだ残っている状態で施工したんです。で、そこに引っかかってシリコーンなのか、水引きコーティングの方だけちょっと茶色っぽく引っかかってムラになってるような感じっていうのかな。ちなみに撥水コーティングの方はこれならなかったので、水引きコーティングの方が成分的にやっぱガラスにはちょっと微妙かなって今思いました。それとヘッドライト、他の樹脂パーツにも施工可能です。なので、まあ洗車して場所を選ばずどこでも施工していけるというのはめちゃめちゃいいところですね。もちろんホイールも施工可能です。あとダッシュボードも施工可能です。内装にも使えると。けどこの撥水コーティングの方、やっぱちょっとね酸っぱい匂いがするので、アルコールプラスお酢みたいな感じの匂いね。やっぱ車内はね撥水コーティングの方あんまおすすめしないかなといった感じです。今拭いてみた感じ、そんなツヤがめちゃめちゃ出るというわけではないので、使いやすいは使いやすいけど匂いがちょっと気になるかなと思います。使うのは水引きコーティングの方が良さそうかな。この匂いがね僕あんま好きじゃないです。ちなみにボンネット施工した時は使用方法を読みながら使ったんですよね。その時直接スプレーシート、あれはねボンネット水が残った状態での施工なのでまだいいのかなと思うんですが、個人的にはタオルにスプレーして拭いてあげた方がいいと思ってます。っていうのもコーティング剤はあんまないんだけど、ヘッドライトの補修とかした時にシリコンオフとか脱脂剤を直接ヘッドライトに吹きかけた時にそれがね悪影響を及ぼす時が結構あるんですよ。なので直接って結構ね入り込みすぎちゃうんじゃないのかなって僕は思ってるんですよね。なので僕はタオルにスプレーして施工の方がムラになりにくいなと最近思いつつあります。ちょっと臭い。はい、そしたら1日経過したので水の方をかけてみようと思います。いきます。あ、全然違うね。右側が
疎水系ですね、水引きコーティングなので、こう水をたっぷりかけると水が引いていく疎水ですね。で、撥水の方、水はじき、まあ疎水と比べるといいけど、めちゃめちゃバチバチっていう感じではないですね。けど結構弾いてるは弾いてる、遠くから水をかけるとこんな感じですね。ちょっと一回洗ってみましょうか。うん、撥水の方ちょっと弱まったね。疎水もだいぶ弱まってしまったけど、一回洗うとだいぶ弱まりますね。そしたらガラスの方も一応見ておきましょうか。右側が撥水、左側が水引きコーティングです。わからんな。今日まあ弾いてはいますね。どっちがどちらか分かりづらいね、ガラスだと。今日まあガラスにも使えるといった感じですね。それとツヤなんですが、あ、分かるね。カメラじゃね、分かんないレベルかも。真上から見ると分かります。ここにね、マスキングテープの跡がくっきりあるね。あとこの辺かな。やっぱり撥水コーティングの方がツヤ濃いかなって僕が見る感じはそう思うのと、あと最悪だね、ここ。これ分かるのかな、もしかしたら分からないかも。ここマスキングテープ貼ってた場所、滑りが悪かったところ、そこをマスキングテープを滑りを見るために遊んでたんですよ。遊んでたわけじゃないですよ、検証してたらゴリゴリに傷入ってました、擦り傷みたい。ちなみにこのマスキングテープ以外のところ、こっちもねやったんですよ、両サイド。今日両サイドは傷入ってなくて、この真ん中だけ傷入ってます。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらコメリで購入したクルザードのディフェンスウォーターというコーティング剤ですね。こちら撥水と水引きタイプ2種類あったので、両方購入して使い比べてみました。このクルザードっていうのはコメリのプライベートブランド、最近洗車用品をねすごいたくさん出していて、結構面白いんですよ。かゆいところに手が届くような商品、それがその値段で買えんだったらいいわみたいな。やっぱね、ホームセンターの強みっていうのかな、価格が安い、しかもクオリティもそれなりにいいんですよ。過去にやってきたやつでいいなと思ったのは、やっぱり根こそぎドライクロス、あとはホームガンも良かったですね。これホームガンじゃないな。で、これはホイールブラシ、ホイールブラシはね壊れちゃったんですよ。だからまあ物によってはチャッチーなっていうやつもあったりはするんですが、基本的に安い。今回使ったこのディフェンスウォーターというコーティング剤も安い、 480ml で、しかもクロスついて1500円。これはね安すぎです。この2つを使い比べてみた感じは、個人的にはねやっぱ撥水コーティングの方が好きかなといった感じですね。理由としてはこっちの方がもちろん撥水コーティングなのでバチバチまではいかないんだけどね、個人的に撥水が好きっていうだけ。けどまあツヤ感も撥水コーティングの方が良かったかなと思います。まあ、水はじきは全然違かったです。で、洗った後両方ともちょっと撥水が落ち着いちゃうかなと。特にこの水引きコーティング疎水タイプの方は結構ね落ち着いちゃったかなといった印象ですね。良かった点としてはさっき言ったその安いっていうのと、大容量なので雑に使ってもね、まあ、もったいなく感じないっていうところ、あとどのパーツにも使えるっていうところですね。ボディにも使えるし、ガラスにも使えるし、ホイールにも使えるし、内装にも使えるし。けど撥水コーティングの方はちょっとね酸っぱい匂いがするのが僕的には気になるなといった感じです。それぐらいかな。耐久性はねちょっと洗ってみた感じ、微妙なのかなとは思ってるんですが、それ以上に安いので定期的に使ってあげる、もったいないとか気にせずもうバン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 使っていけるっていうところを含めるとありなのかなと個人的には思いました。やっぱ水はじきとかは CC ウォーターゴールドとか、あとブラスクとかの方が良かったかなといった印象ですね。個人的には水引きコーティングより撥水コーティングの方が好きですね。水引きの方はね洗った後がかなり落ち着いちゃったのでそこかな。まあこれ匂いしない
きですよ。そこはいいんだけど、ほぼ無臭だね。ちょっと香るけど。コメリはね、これからもどんどん洗車用品を出してくると思うので注目です。まあ他にもね、コメリいろんなものがあるので、これぜひ気になってるので使ってみてくださいみたいのがねあれば、ぜひコメント欄に入れといてもらいたいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。